アイテム番号 SCP-373JP。 オブジェクトクラス、ケテル。特別収容プロトコル、毎週30トンの建築用資材を、武装エリア、8133の収容区画に投入してください。追加の資材は5トンまで許可されます。収容違反につながるオブジェクトの生成が確認された場合、機動部隊や、3、ダイヤリクエ、によって破壊されます。収容区画の外壁までが SCP-373JP のテリトリーと認識されているため、外壁の損傷が確認されても監視に留めてください。過去の事例ではいずれも、SCP-373JP によって修復されています。武装エリア、8133及びその周囲約 4km は、財団フロント企業の私有地となっています。深刻な収容違反が発生した場合は全職員を退去させ、フェイルセーフ用特別備品を用いて武装エリア、8133ごと消去してください。説明、SCP-373JP は社会性を持つ大型機械の集団です。蟻のような外見を持ち、体高は3から5メートルに達します。財団は捕獲した SCP-373JP 個体を分解しましたが、材質や気候に特異性はありませんでした。知性の有無は不明ですが、一般的なコンピュータが搭載されており、行動の大半はプログラムに従っていると考えられます。SCP-373JP は集団の中での役割を持ち、それに特化した機能を持ちます。SCP-373JP 実体またはコロニーに対して敵対的行動を加えない限り、生物には反応を示しません。コロニーへの侵入は敵対的行動とみなされることに留意してください。通称、ソルジャー、主な役割、コロニーの防衛、説明、12.7mm 機銃2門、155mm 榴弾砲1門、高出力の対物光学兵器1門で武装。通称、ワーカー、主な役割、コロニーの拡張及び保守、説明、コロニー外部で資材の収集を行う。出力は一般的な土木作業機械と同程度だが、動力は電力と推定される。総数不明。通称、シッター、主な役割、SCP-373JP 個体の生産及びメンテナンス、説明、精密工作機器を内蔵、コロニーから出ないため、詳細は不明。ソルジャーはコロニーへの敵対行動が確認された場合にのみ出現し、コロニーの防衛を行います。常に3個体で行動し、明確な戦術行動をとります。戦闘試験の結果から、自衛隊90式戦車での撃破対非撃破比率は3対1程度と推測されています。ワーカーはテリトリー内を探索し、コロニーや SCP-373JP 個体の材料となる資材を収集します。必要な資材が得られない場合は、探索範囲を広げる傾向にあります。収容前の事例では近隣の市街地に現れ、乗用車をパーツごとに分解して持ち去りました。追跡調査により、エンジンとバッテリーは新しい SCP-373JP に組み込まれたことが確認されています。その他のパーツはリサイクルされ、コロニーの資材にされました。ワーカーは建築資材を消費して、地上と地下に大規模なコロニーを形成します。コロニーは一般的な建造物に似た外見と機能を持ちますが、規格は SCP-373JP 用に最適化されています。内部調査により、電力供給設備が存在することが確認されました。収容以降、コロニーは常に改築され続けています。多くの場合は居住区画の拡張ですが、稀に軍事施設が建造されることがあります。SCP-373JP の技術レベルは向上し続けています。2014年7月の時点で、人類の技術レベルとほぼ拮抗したことが判明しました。収容違反の危険性があった建造物については、下記を参照してください。建造物、高さ7メートルの建築物、4棟、説明、ソルジャー用のトーチかと推定、結果、完成前に巡航ミサイルにより破壊。建造物、高さ28メートルの掲示型アンテナ、1基、説明、電波傍受施設と推定、結果、完成前に巡航ミサイルにより破壊。建造物、地下施設と地上ハッチ、6基、説明、地対空ミサイルのサイトと判明、結果、完成後、地対地ミサイルにより破壊。建造物、地下施設と地上ハッチ、1基、説明、編集済み、結果、完成直前に空爆作戦により破壊。
建造物、ブロンズ像、一体、口述、説明、視認による認識災害を発生、結果、完成後、機動部隊により地上施設ごと破壊。画像処理済み。このブロンズ像を視認した財団職員のうち4名が、自分はアリである、という刷り込みを受けました。ブロンズ像は SCP オブジェクトと認定されましたが、回収不可能なため機動部隊による破壊作戦が実行されました。視認による影響を避けるため、地上施設すべてを攻撃対象としました。この時 SCP-373JP による激しい抵抗を受けましたが、オブジェクトの破壊には成功しています。財団は資材収集中のワーカーに調査機材を取り付け、コロニー内部の調査を行っています。最新の調査結果については、探査記録373-22を参照してください。探査記録373-22、日付2000、年、月、日。対象、SCP-373JP コロニー、実施方法、SCP-373JP 個体に調査機材を取り付けて観察。探査開始、時24分、ワーカーはメインゲートを通過。格納されているソルジャーを3体確認。内部に照明装置と空調設備の存在を確認。通路で何体かのワーカーとすれ違い。その度に一旦停止して 0.2 秒程度のコンタクトを取る。1時38分、ワーカーは地下通路に侵入。マイクが規則的な振動と機械音を検知。音源は不明だが、かなり地下深くと推定される。2時16分、地下24メートル地点で、広大な空間に出る。17体のシッターを確認。SCP-373JP の修理もしくは生産を行っている模様。ワーカーらしき SCP-373JP の頭部が開かれ、基板が露出しているのがカメラに映る。5時21分、ワーカーは収集した資材をシッターに渡し、再び地下通路に出る。さらに下層へと向かう。11時58分、地下160メートル地点。通路の終端に稼働中のソルジャー球体を確認。ワーカーはソルジャーの一体とコンタクトを取り、奥の部屋へ向かう。12時2分、部屋は隔壁で閉じられており、文字が記されている。経年劣化と摩擦でかすれているが、東平重工&日本商類総研、共同開発室、と解読できる。12時8分、隔壁がゆっくりと開放されていく。室内を確認しようとするが、突如電波状況が悪化し、画像が不鮮明になる。そのため、室内の様子は不明。アリに似た巨大なオブジェクトが一瞬だけ映る。12時13分、直後、ワーカーが振り返る。ソルジャー全個体が調査機材に向け、12.7mm 機銃を展開中、発砲炎を確認し、すべての信号が途絶える。探査終了、分析。この探査記録により、SCP-373JP が人為的に生み出され、その後放棄された可能性が高まりました。ホイ。王語評議会は SCP-373JP をケテルに格上げすることを決定しました。同時に強行探査プロトコル、アリ地獄、が立案されました。現在、人員と物資を手配中です。ご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。ぜひチャンネル登録、またはお気に入り登録をお願いしますですん。ですんですん。